皆さんこんにちは。本日私はどこに来てるかというと、ここです。東秩父村。いやー、でも初めて来ました、東秩父村で。こっちの看板なんですけど、なんか道の駅和紙の里東秩父、なんか紙が有名なんですかね、もしかしたら。これからじゃあぜひ東秩父村の魅力伝えられたらいいと思います。じゃあまずは町の中心、いや村の中心に行ってみたいと思います。じゃあ行ってきます。さっきの東秩父村入る時の入り口の看板にも書いてあったと思うんですけど、道の駅の名前にもなってた和紙の里の理由が多分なんとなく分かりましたね。多分これじゃないですかね。細川市。細川市は埼玉県秩父郡東秩父村および、もしかしたらこの辺り生まれの神なんですかね、東秩父。小川町というのは多分ちょうど東秩父から一番最寄りの駅になると思うんですけど、東武東上線の小川駅という駅があるんですけど、多分そこのことだと思いますね。ユネスコ無形文化財、遺産に登録され、一応登録されてるんですね。細川市の起源については江戸時代、もうほんと昔から作られてる紙みたいですね、和紙ですね。こっちの方には紙すき工程といって、多分紙の作り方の工程が載っている絵図みたいのがありますね。こんな感じです。紙すき工程図は多い。医者であった。なんで医者の方なんですかね。宮崎さんによって描かれた絵図になってます。興味深いですね。ちゃんと紙を作る工程が詳しく描かれてますね。いやー、でもすごいですね。興味深いですね。じゃあちょっと、本物の細川市、ぜひ見てみたいですね。道の駅、多分、和紙の里って書いてあったから、あると思うんで行ってみたいと思いますね。はい。東秩父村の役場の前、ちょうど村の中心にやってきました。こんな感じです。村の中心ですね。そうですね。役場以外は、後ろの方には J がありましたね。でも J もそんなに大きくなくて、こじんまりとしてます。で、東秩父村の役場も、まあ、綺麗ですけど、そんなに大きくないですね。ちっちゃいです。こんな感じです。そこに、入り口のところに、秩父村のキャラクターがいると思うんですけど、こちらですね。見えてきたと思うんですけど、マスクしてます、今。細川市。和紙のちゃん。やっぱ、秩父村、細川市っていう紙が昔から有名みたいで、キャラクターにもなるぐらい有名みたいです。マスクもして、感染対策、和紙のちゃんもしてますね。じゃあ、いろいろと今回、東秩父村見ていきたいと思います。さあ、歩いてやってきました。和紙の里東秩父。道の駅が、こちらになりますね。こんな感じですね。いや、ガラス張りですごい、まだ比較的新しいですね。綺麗です、とても。駐車場もいっぱい止められそうですね。多分30台ぐらい止められると思いますね。で、こちらの方には、EV、電気自動車の充電の駐車場の場所もあります。急速充電です。向こうの方に、なんか木で作ったようなガラス張りの建物があると思うんですけど、ちょっと何なのあれ。なんか向こうに車が止まっていて、あ、多分バス停っぽいですね、これ。バス停もちゃんとありますね。すぐじゃあ、駅からも来ることも可能ですね。今回ちょっと歩いてきたんですけど、歩くと大体ここまで1時間ぐらいでしたね。1時間半ぐらいかな。バスだと多分40分ぐらい来れると思います。いや、でもすごい綺麗ですね。じゃあちょっといろいろと情報調べていきたいと思います。道の駅の中に観光案内所があったので、いろいろと調べてきました。教えていただいた女性のスタッフの方、ありがとうございます。道の駅の中はこんな感じですね。マップがあるんですけど、まず、ここですね。ここは、和紙をすく、和紙の里の和紙すき体験ができる場所なんですけど、今ちょっと今日はたまたまやってなくてできないんですけど、こんな感じですね。結構比較的綺麗で、新しいですね。和紙の里っていう場所はあったみたいなんですけど、新たに、確か5年ぐらい前に、新しく道の駅和紙の里糸というのができたというふうに、スタッフの方、女性のスタッフの方言ってました。食べ物屋さんもこんな感じであって、団子屋さんだったり、あと、おやき。名物は、川魚のイワナが食べられるみたいです。美味しそうですね、とても。ふるさと文化村で、東秩父村の文化のことを体験とか見ることができるみたいです。道の駅の中は、いろんなものを東秩父村の名産物のことを見てたんですけど、一番印象に残ったのは、こんにゃくと、なんか和太鼓の木の棒、なんかそれも売ってましたね。もし興味ある方いたら、ぜひぜひ東秩父村の道の駅、和紙の里東秩父、来てみてください。じゃあ、ちょっとまず、あそこの上にちょうど展望台みたいなところがあるんで、ちょっと東秩父村全体的に見てみたいと思います。じゃあ、行ってきます。
駅から上の方に見えた展望デッキの方歩いてきました。いやでもすごい綺麗ですね。こんな感じですね。道の駅がこちらで、今ちょっとバスが入ったんですけど、さっきあれ木でできたバス停が見えたところになりますね。バスも比較的本数が多分多くあるんじゃないですかね。ちょっと後で本数とかいろいろと情報を調べてみます。こんな感じです。で、向こうの方に見えるのが小川町の方ですね。小川町の方から、今ちょうど向こうから来たんですけど、こんな感じで一本線で繋がっていて、いや、とても見晴らしがいいですね。ちょうど山と山に囲まれていて、のどかな風景が広がってますね。で、こっちの方が、ちょうど、こっちですね。東秩父村の中心のある役場のある方向です。ちょっと役場はここからは見えないんですけど、こっちの方には学校とかもあるので、多分そこに見えている広いポールみたいな緑色のが立っているのが多分学校だと思いますね。下にはテニスコートありますね。今からちょっとこっちの方、ちょっと道の駅の方のなんですけど、ちょうど今見えますかね、ちょうどブルーのブルーシートの多分横のもうちょい奥のところに日本庭園みたいなのがあると思うんですけど、日本庭園なんですよ。で、そこを今からちょっと見て観光したいなと思ってます。じゃあちょっと戻って見てみたいと思います。日本庭園の上の展望デッキから見えた日本庭園の方降りてきました。いやでもすごいですね。石の橋があって綺麗です。ちょっと渡ってみますね。いやでもすごい綺麗。下の方には鯉とかがいますね。鯉が 1,2 川も流れていて、いや綺麗ですね。こんな感じでしっかりと整備が行き届いていて、とても綺麗な日本庭になってますね。いやでもすごい、めちゃくちゃ鯉いる。半端ないですね。すごいいっぱいいる。何匹んだろう。一匹だけでも赤いのがいますね。一番目立つ。いやでもほんと綺麗です。じゃあちょっと行ってみます。いやすごい日本昔話に出てきそうな家ですね。かやぶき屋根の、いや綺麗ですね本当に。すごい本当に。道の駅にこんなのあんの初めてだな。看板がありますね。細川市上すき屋奥。もしかしたらこれ昔細川市住いてた家なんですかね。でもすごいです本当に。文化財で17世紀末、もうすごい。1700年ぐらいだから、300年ぐらい前建てられた建物になってますね。でも本当すごい綺麗ですね。かやぶき屋根の中に入ってきました。働いている女性のおばあさんのスタッフの方、すごい元気でパワーもらいましたね。で、いろいろとすごいいいお話とか、もともと東秩父村の方で住まれている女性の方だったんで、いろいろとお話を伺ったんですけど、今は全然雪とかは降らないみたいなんですけど、ちょっとおばあさんの子供の頃は、本当1メートルとか、東秩父村でも降ったみたいです。今じゃ本当考えられないぐらい降ったみたいです。やっぱそう思うと、いろいろとお話伺うと、やっぱ温暖化の影響かなって思っちゃいますね。他はこんな感じですごいかやぶき屋根だったりとか、あとやっぱ、細川市の張り、替えの紙がいっぱい貼ってありますね。こんな感じです。で、ここさっき上かやぶき屋根だったんですけど、かやぶき屋根は10年ぐらい前に履き替えたばっかりみたいなんで、で、職人さんもなかなかやっぱかやぶき屋根って買える職人さんなかなかいないみたいで、白川郷、岐阜県の白川郷のそういう職人の方呼んで、だから10人がかりぐらいで1ヶ月ぐらいかけてやったみたいですね。いやでもほんとすごいですね。今綺麗なのもその職人さんたちの力によって守られてるってことですね。こんな感じです。いやでもすごい、ちょうどなんかいぶした煙の匂いみたいなのもして、ちゃんと綺麗に守られてる感じしますね。東秩父村から寄居とか秩父に抜ける方の道を1時間ぐらい歩いてきたところに、大内沢、花桃の里、こういうのがありましたね。一応ちょっと調べたんですけど、トリップアドバイザーという旅行のサイトの中では、埼玉県の中に人気の観光地になってました。でも、花桃の里、桃の花なんですかね。あんまり桃って花のイメージないんですけど、ちょっと気になりますね。こんな感じですね、入り口。ちょっと行ってみたいと思いますね。どんな花なんですかね、気になりますね。こっちを左に曲がったとこですね。いやー、山道だ。いや、どんなとこなんだろう。桃の花だから、やっぱ、水通しがいいところだから、段丘みたいなところなんですかね。ちょっと行ってみたいと思います。大内沢、花桃の里の駐車場のところに来ましたね。多分、あそこの展望台のところから、
多分景色すごく見えるんじゃないですかね、花の桃の花の景色が。駐車場もちゃんと完備されていて無料で止めることができそうですね。20台ぐらい止められますね。でこっちにはちゃんと比較的綺麗なトイレもあります。しっかりとトイレットペーパーとかもありました。でマップがこれですね。あ、ここにもあれですね、キャラクターありますね、ちゃんとマスコットキャラクター。結構思ったよりもあれですね、ルートちゃんとしっかりと記されていて分かりやすそうですね。じゃあちょっとぜひ行ってみたいと思います。いやー、どんな花が見れるんですかね。でも見れるんですかね、気になるな。は花桃の里の展望デッキの方登ってきました。来る時の途中の階段めっちゃ急でしたね。あんな急な階段登ったのは本当久しぶりですね。マジできつかったです本当に。お年寄りとか女性の人もし来る機会あったら、あとお子様もなんですけど、ヒールとかとか安全な靴で来た方がいいですね。もし滑ったりとかしたら本当危ないんで、来る際は運動靴とか安全な靴で来てください。でこんな感じですね。いやーでもすごい景色ですね。いやーすごい、いやーすごい、もう本当に何もないですね。ちょっと今冬だったんで、ちょっと本当は花桃多分時期が暖かい時期で5月とか4月ぐらいだとこの辺の一帯が多分花に囲まれてるんですけど、今真冬なんでもうこんな感じで草刈られちゃって、もう本当綺麗にもう真っさらな山になってますね。いやでも逆にこの時期しか見れない景色だと思いますね。こんだけ綺麗に広がっていて、下の住んでいる集落の方も綺麗に見えますね。比較的でも人意外と住んでるんですね、この辺も。いや本当日本ってこういうところでも住んでる方いるなって思うとびっくりしますね。私もちょっと都心の方住んでるんで、いやどんな生活してんだなって気になりますね、めっちゃ。いやでもすごい景色綺麗ですね。で奥の方にはちょっと今雲が広がってる下の方が関東平野ですね。多分方向的に言ったら群馬とかの方向になると思うんですけど、すごい綺麗ですね。いやーすごい、太陽もしっかりと山に照らされていてすごい綺麗です。のどかな雰囲気です。今度来る際はあったかい時期来てみて、花見たいな、桃の花。秩父村の役場の方に今向かってるんですけど、今日一日東秩父村見て、東秩父村以外にもこういう過疎地、過疎という風になるようなところっていうのは、私のイメージなんですけど、やっぱり大きい町と大きい町のちょっと間にあって、で、さらに電車とかもないところが、やっぱ過疎地指定されるのかなっていう風に、イメージがなんとなく、そんな感じのイメージですね。今、向こうの川の向こう側にもあると思うんですけど、ちょうど今あそこですね。多分あそこも多分空き家になってますね。空き地で。多分ずっともう昔は多分人とか住んでたと思うんですけど、今ではもう本当に放置されて、ボロボロになって、そのままにしてると思うんです。いやーでも本当に、いろんな方にちょっとお話伺ったんですけど、東秩父村の魅力は何かっていうふうに私は伺ったところ、みたいな感じで。みんな、花とかは、まあ結構有名みたいなんで、花っていうふうには言ってたんですけど、じゃあ逆に今の時期、冬の時期になんか魅力はありますかっていうふうに伺ったら、みたいな感じで。首をかしげてたので、どうなのかなっていう風に、道の駅のちょっとおばあさん、この辺に
東秩父村に住んでいるおばあさんは何か魅力ありますかって私聞いたところ、魅力はもう本当にまず綺麗な森、そんで空気が綺麗、水が美味しいっていうふうに、夜は本当に星空が綺麗というふうに言ってましたね。もうそれだけでいいっていうふうに言ってます。やっぱりそういうことなんですよね。本当にやっぱ魅力というのはその人がどんだけその地を愛してきたかなっていうふうにイメージで思うんですよね。ぜひぜひこういうところちょっとどうなのかなっていうところでもやっぱ魅力というのはちゃんとあると思うんで、こういう東秩父村とかこれから過疎地になるっていうところも魅力は絶対にあると思うんで、ぜひぜひ来てみてください。東秩父村の役場の方戻ってきました。いやー今日いろいろと歩かせてもらいましたね、東秩父村。いや桃の花ほんと残念でしたね。次来る際はあったかい時期行きたいと思います。でもほんと東秩父村花が有名みたいなので、ぜひ来る際は5月とか6月とかあったかい時期ご検討の方よろしくお願いします。ご興味があった方はぜひぜひ東秩父村をお越しください。でちょっと今回は行けなかったんですけど、彩の国牧場という牧場が一応東秩父村では有名なので、そちらではソフトクリームとか食べることもできるので、そちらの方にもお越しの方よろしくお願いします。まあちょっと今日一日歩いて個人的な意見なんですけど、私のちょうど今道この役場の方に歩いてくる途中に何人かの学生の方、中学生ぐらいの学生さんに会ったんですけど、私が通るたびにこんにちはこんにちはみたいな感じで挨拶もしてくれて、とても元気だなっていうふうに思いました。本当に今日道の駅のおばあさんも本当パワフルだなっていうふうに思ったんで、自然が豊かなところの人たちの方が生き生きとしてるなっていうふうに思いました。魅力というのはやっぱり人それぞれだと思うんですけど、本当にいいなと思ったところが一番自分の中でいいところだと思うので、ぜひ東秩父村の方ご興味がある方いましたら、ぜひぜひお越しの方よろしくお願いします。で一応役場の方では移住促進で空き家バンク見てたので、でも0円ではなくて、それはなんか土地を持ってる方と話し合って検討みたいだったので、ご興味がある方ぜひぜひ役場の方からその空き家の方ご確認の方よろしくお願いします。あと移住体験というか1泊2日で東秩父村に住む体験というのもやってるみたいなので、ご興味がある方ご確認の方よろしくお願いします。これからも過疎地の情報だったりとか旧街道の情報を発信したいと思っているので、ぜひぜひご興味のある方チャンネル登録の方よろしくお願いします。地方創生をメインにやりたいと思っているので、チャンネル登録の方よろしくお願いします。今回もご視聴ありがとうございました。これからもじゃんじゃんと地方とかの観光情報の発信したいと思いますので、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。